土曜日の夜、サタデーナイトはビールで乾杯。乾杯します。のんびり土曜日お過ごしの皆さん、パイカンです。乾杯。今日東京、何レースだろう、2レースぐらい200万とか300万出ましたよね。荒れてましたね。芝とかいい芝ですよね。明日も前残りなのかな。いい、お疲れ様です。後ろには私の本の発売日が書いてあります。2月4日でございます。乾杯。いただきます。あー、うまい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 。6P でいきます。 6P。 はい。そしてこちらね、さっき、はい、カレー味のね、新潟のやつ、うん、そしてこれなんかね、セブンのひねり、これうまいんですよ。でね、この間ライフで買ったんですけど、こういうのもあります。ビスケットってね、いきなりこれが見つかるかな。チーズの前にどんなもんなのかな。やっぱ買ったら食べるってね、たまにビスケットを食べたくなるんですよ。ほんのちょっといい感じです。いい感じ、ギザ重みたいです。ちょうどこれ10円より一回り大きいね。500円玉よりちょっとちっちゃいぐらいですね。いいですね。これいいサイズです。うん、硬さと砕け方がいいですね。ちゃんとね、2月4日発売、私の漢字ドリル、もう買ってくださった方いらっしゃいます。ありがとうございます。てか予約してくださった方、ありがとうございます。こちら私の手書きです。半紙だとうまく書けないんですね。コピー用紙に書いたらスラスラ書けたんですね。まあ五重の塔っていうのが日本にはありますが、その命の五重の塔のね、下は根っこのようにね、ちょっと書いてみました。私習字はこういう時にしかやりません。さあ、そしてかみさん90日超えました。3ヶ月、91日、入院でございます。はい。右足を今回手術したんですが、2年前に左足、今回右足の膝軟骨なんですが、つい3日、4日前に全体重、要は2本足で立った時の体重をちゃんと 100% かけられた。でもちょっと痛みと腫れが出てきてるので、でまたリハビリして、もうすぐです、退院もうすぐです。さあ、そして、今もうあっちこっちで NHK のね、大河鎌倉殿の13人っていうのをやってますが、その中の一人、13人の中の一人、武蔵武士の鏡、畠山重忠公。この方はですね、ひよどり越えの源平の合戦のひよどり越えで馬を担いで降りたなんていうね、逸話もあるぐらい、この畠山重忠が私の埼玉の実家の隣町みたいな感じ、そこに、いたんです。実際、まあ、埼玉には秩父という山があるんですけど、秩父神社とか有名なんですが、その秩父の夜祭りも有名ですが、その秩父にいた昔、秩父七島って言って、兵士、源氏じゃなくて兵士の、七島、七氏族がいたんですね。その流れの秩父氏の秩父氏の流れから畠山があるんですけど、門、家紋があると思うんですけど、長門は兵士の流れです。はい、うん、俺もそうなのかな。まあでも源平だから、兵士だから兵士を応援する、平家を応援するんじゃなくて、分かれて自分たちを残していくっていう戦い方してます。で、戦の時は旗印で、上りの旗で何の筋なのか分かるようにして、同じ同門は戦わないようにしてるっていう、基本そういう戦が日本では行われてましたね、うん、面白いですよね、歴史もね。あ、そう、まあ畠山重忠公ね、
重忠節なんていうのがあって、子供の頃ね、踊ったりしてました。隣の熊谷には熊谷次郎直実っていうのがね、武将がいたんですけどね。そうなんですよ、これ今現在深谷市ですから、私のふるさと深谷市で、いろいろ郷土のね宣伝もさせていただきますが、こういうのゆっくりね、私実は行きたいんですよ。歴史はね、遺跡もあるんですよ、すごいんですよ。古墳も近くにあるんですよ。で、私も知らなかったんですけど、鹿島古墳群とか百済遺跡って、百済、やっぱ百済から人が来てますよね。埼玉には駒郡っていうのが未だにありますが、駒神社という古い神社もありますが、ここも、715年だったかな、今からだから1300年ぐらい前に、高句麗から日本に亡命してきた人たちを、高句麗っていうのは668年に滅亡してるんですね。その前に百済が滅亡してるんですけど、要人とはもう技術者は日本に渡ってきて日本人になりました、亡命しました。で、あちこちばらけて住んでたんですが、まとめたのが駒郡、高句麗。でそこから、奈良の朝廷に、出向いてった人たちもいます、優秀な方で。歴史は面白いんですよ。日本っていう国はこっちからも向こう行ってます、向こうからもこっち、もう結構海を渡って行ったり来たりできてたんですね。あ、そして、まあその辺にしといて、私今日メガネしてますが、これ新しいメガネできたんです。これ新しい、もうド入りです。今裸眼です、裸眼で 0.04 ぐらいなんですが、でそこに老眼が入ってますし、左が特に乱視がきついですね。それを矯正して、これできたばっかりです、はい、これとね、丸メガネでどっちにしようかなと思ったんですけど、ちょっと個性派すぎるのでこっちにしました。家でするの、はい、これの前のメガネっていうのが、あ、そうそう、このメガネのケースがやっぱ今すごいですよ。見てください、こんなんですよ、なんか電報送るようなやつ。ここに入れてくる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 って、おしゃれですよね。シャレオツ、こんなメガネケースです。その前のメガネが、まあ、こちらに入ってるんですけど、これがね、またね、ちょっとふざけてるんですね。こんな感じです、男子さんがしてたようなね、ちょっと色が入ってるんですけども、これね、ちょっとこれ見てください、模様が入ってるんですよ。これも一緒です、これとドア一緒です、まあ、ちょっとサングラスっぽい感じなんですね、はい。そしてその前がこちらでございます。別光町のやつです。こことこの色が違うんですけど、別光町のこういう感じでメガネしてましたね、はい、チーズ食います。うん、うまい。メガネに、新しいメガネに乾杯。昨日の競馬予想の YouTube 12時過ぎたんですが、レイトさんのね、帰りが遅かったんですよ。帰り、家に帰ってきてからその動画撮ってくれたので、それが開始が遅かったんですね。11時には遅れるって LINE 来たんですけども、来たのが12時過ぎてましたからね、まあしょうがないですね。うまいっすよ、うん、この軽さ、砕け方、塩加減、もう最高です。お蚕じゃないですよ、明日、TM で爆笑問題の、ラジオに行ってまいります。 T
TBS ラジオです、ね。まあ、本の宣伝をさせてもらいに行くんですが、久々に会います。もう何年ぶりだろう。田中さんはたまに連絡してたんですけど、あとね、これはね言っとかなきゃいけないね。これね、選抜32校が昨日決まったんですね。スポニチなんてもうやっぱりね、花巻東の佐々木監督の息子、佐々木麟太郎君、レイトさんとこの長男と同じ名前なんですけども、この字でね、麟太郎。この子すごいですね。184センチ114キロ、右投げ左打ち、間違いなく清宮君の上行きますね。記録抜くと思います、清宮君のあの高校通算ホームラン、怪我さえしなければ。うん、ちょっと楽しみですね。他にね、やっぱ大阪桐蔭が多分強いってね、前評判ですね。あと広島の広陵とか、福岡九州国際大付属、うん、ここ行ったかな、俺国際大付属行ったな。うん、この辺ですけども、どこがどうなるかわからないですけども、一つね問題がありましたね。東海地区、東海地区の、まあ秋の大会の準優勝チームの聖霊クリストファー高校、東海で準優勝したんですが落選しました。これ大問題になってますね。で、代わりにベスト4の大垣日大、うん、ここに東海地区でサプライズ選出、サプライズとかそういうあれじゃなくてさ、準優勝のチームが出れないっていうところが、これは協会が考えなきゃいけないですね。こうやれ、うん、これ間違いない。大垣日大は悪くない、子供たちは悪くない、大人が選んでますから。なぜ準優勝チームが出れないか、悔しいね。決まった以上はこれでやるしかないんだけど、うん、総合力のなさだったと聞いていたが、怪我人が出て満身創痍の中で準優勝した結果は評価されてもいいのでは。でもすっごいですよ、ここ応援する人たち多いんじゃないですか。いやー、大垣日大悪者になっちゃうけど、子供たちは絶対悪くないですからね。うん、選抜って言ってちゃんと予選を地区大会、県大会から地区大会、頑張ってきてのベスト4、頑張ってきての準優勝で、東海地区で準優勝チームだった聖霊クリストファー高校が出れませんでした。これちょっと残念ですね、うん、選び方がおかしいっていうかね、選抜でも選抜されちゃったっていうね。でも人生でこういうこともあるっていうことを、でもな、頑張ってきてるからな、みんな。32校ですよ。まあ今年の甲子園も楽しみにしましょう。ちょっとね、ちょっと甲子園の YouTube もちょっとレッドさんとあげようかなと思っておりますので、優勝はどこなのかっていうね、うん、私が言ったのが37年前の選抜です。はい、37年前の選抜です。レッドさんが甲子園行ったのは39年前の夏の大会です。京都大会優勝してる。私は37年前の関東大会でベスト4で、出れました。まあ山口の宇部賞に初日の第3試合で1回戦負けでしたけど、雨で2日順延だったんですね。初日が、開会式が。選抜の行進曲はチェッカーズの星屑のステージでした。だから未だにチェッカーズを聞くと当時を思い出します。私車の中で聞いてます、チェッカーズ、チェッカーズ聞いてます。はい、今新聞読んでたんですが、この佐々木麟太郎君、去年の12月に両肩を手術してですね、胸郭出口症候群といって、中学2年の時から腕や手にしびれがあったらしいんですよ。その中でプレー続けて、今高校通算50本なんですね。1年生です。
バットを握ってすぐは大丈夫なんですけど、30秒ぐらい経ってくると症状が出てくるで、痛みとかなんかしびれがガーってくるんでしょうね。はあ、でもしかしたら今リハビリ中でキャッチボール打撃練習は2月中旬に入ってから再開を目指す、回復次第でぶっつけ本番って、はあ、まあコンディションは手術前より良化する見込みで、体の状態がベストでいけるというのはあまり経験がなかったこと、自分に期待してもいいかなと思います。すげえなー、菊池雄星君とか大谷翔平君もね、いた学校で佐々木監督の息子っていうのもね、すげえな、面白いな、ちょっとこの子注目です。佐々木麟太郎、レッドさんの長男と同じ名前でございます、麟太郎。ちょっとこの辺もね、レズさんと甲子園トークしたいと思います。岩手から日本一なっちまえ、なっちまえ。今日昼間、今日の昼間に午前中に味噌汁を作りました。わかめと豆腐の味噌汁です。味噌もいろいろブレンドしましたが、83点です。美味しかったけど、まだもうちょっと美味しくなりそうな感じです。食べてるシーンはございません。こんな感じで昼飯食べました。どうぞ。はい、私の朝ごはんです。味噌汁作りました。豆腐とわかめ、適当に味噌入れました。イエーイ、いただきます。はい、梅酒ボール乾杯。つくね食べます、つくね。セブンの冷凍つくねです。うん、さあ味噌汁です。輪島塗りです。輪島の職人さんに作っていただきました。わかめと豆腐の味噌汁です。やっぱ飲んだ後味噌汁飲みたくなりますね。おー、うまい。うんうんうん、わかめたっぷり、うまい。お豆腐、あーうまいね。やっぱこれ温めるっていいっすね。ということで皆さん、ちょっと味噌汁に私ハマりそうです。今後もいろいろ味噌汁作っていくと思いますが、一番好きなのはやっぱ豆腐とわかめなんですよね。シンプルシンプル。そしてこの後ろにはゴルゴ松本と借りております、はい、輪島塗りです。マレでおなじみの輪島塗りでございます。本当素敵な器でございます。うまい、味噌汁うまい。83点が95点ぐらいになってる、うん、ということで皆さん、また明日当たったら美味しい乾杯だ、負けたら葉っぱです。